新庄茜が神様？ごめん、全然意味わかんない。俺だって聞いた時は信じられなかったけど、女の子が教えてくれたんだ。女の子？ああ、小学生くらいの女の子なんだけど、でも正体は怪獣で。お前ぶん殴りますよ。いや、マジで。いや、本当なんだって。何その話、気持ち悪い。気持ち悪い。新庄茜は怪獣を使って街を壊して街を直す。何度もそれを繰り返してきた。この街の外には何もないよ。何もないよとか言われても反応に困るし。いや、でも、あの…お前さ、自称怪獣少女から聞いたことを鵜呑みにするとか。はぁ…茜が怪獣を作ってて、街ごと作り変えてる？そう、あれ、あの襲ってこない怪獣がきっとそうなのかも。いやいや、なんでその話が新庄と関係あんのよ。接点ないだろう。いや、例えば新庄さんが怪獣好きとか。いや、ないでしょ。女子高生怪獣なんか興味ないから。まあ、ないっしょ。それだけじゃなくて、いつも出てくる青い怪獣の。今さ、学校見学会やってるからさ。すいません。すいません。静かにして。やば、鳴ってる。ああ、もうなんか無駄に怒られたし。一旦聞いて。一旦、これどういうことかというと、自分らしさを見つけられない場合、自分とは何ぞや、そういうのが言えない状態ですね。例えば。どうしたの？あ、いや、全然。ダメだ。やっぱ話がむちゃくちゃすぎて聞けない。どうしよう。どうする？うわっ！なんでお前学校に！待て！お前に用はない。グリッドマンを出せ。無理だ。怪獣が出ない限りグリッドマンは現れない。怪獣が出ない限り。しまった。ここでこいつに怪獣に変身されたら。あ、逃げた。あいつ何がしたいんだ？君何してるの、こんなところで。グリッドマンを倒したい。奴が現れれば俺は自分の意志で怪獣に戻れる。そういう設定だっけ？いちいち覚えてないし。俺に命じろ！奴を倒せと。そうすればグリッドマンが現れる。うるさいから。ここ学校なんだけど。もう余計なことしないでよ。
新庄さんは自分が気に入らない不完全なものを排除するために怪獣を作り、街を破壊しリセットを繰り返したと怪獣の少女が言いましたでしょ。やっぱ無理ある。無理あるっていうかさ、いや私はその少女を見た。ユータは嘘はついていない。確かに不思議な感じの少女だった。どう思います？どうも思わない。同級生なら直接聞いて確かめればいい。今日聞こうとしたけどうまくいかなかったんですよ。代わりに聞いてあげれば？いやですよ、そんな意味わかんない話。うつみ、お前聞いてやるよ。勘弁してくださいよ。グリッドマン的にはどう思う？すまない、私にもよくわからない。怪獣の女の子とか知らないかな？その少女に関する情報も持っていない。そっか。今のグリッドマンは完全ではない。俺たちも人のことは言えないけどね。やっぱり明日新庄さんに聞いてみます。人の思いから生まれる怪獣か。あの子もそんなこと言ってた。新庄さんの心が怪獣を生み出すんだって。茜の心が。そんなことってあるのかな。ウルトラシリーズならそれって定石なんだよな。いや、こっちの話です。あの子にもう一度会えればもっといろんなことがわかるはずなのに。明日こそ新庄さんに確かめてみよう。なんで新庄さん？おかえり、グリッドマン君。どうやって入ったの？鍵は？ねえ、なんか飲み物ない？喉渇いちゃった。お茶なら。クーラーつける。あれ？いいよそんなの。だって私神様だから。あれ？知ってたんだ。話が早いじゃん。響くんの匂いがする。ねえ、こっちに来ない？え？何分かってないふりしてんすか。手を組もうって言ってんの。私の仲間になってよ。きっと神様と一緒の方が楽しいよ。自分の好きなようにできるんだから。自分の好きなようにしたいでしょ？悪いけどそっちには行けない。どうして？俺にはやらなきゃいけないことがあるから。この町には大事な友達がいるから。友達を裏切ることはできない。友達？私は友達じゃないの？それは。ふわっ。ねえ、送ってってよ。夜遅いんだから。この町はさ、余計なものだらけだよね。そうなの？そうなの。余計なものを怪獣で壊すの。気に入らないものを壊して作り直すって、本当にそんなことしてるの？あ、それも知ってたんだ。さすがグリッドマン。どうやって怪獣を作るの？本当に新庄さんの心が怪獣を生み出すの？知りたいでしょ。もしもし、私、ちょっとさ、来て。今から紹介したい人がいるんだけど。夜まだでしょ？ごちそうしてくれるってさ。今度渡さなきゃな。はい。ミカ、どうした？原文ってノートテスト明日じゃん。あー、はい、写したいんでしょ。おー、さすがリッカさん。
はいはい。で、どこ行きゃいいの？ここって入ろ。いらっしゃいませ。何しよっかな。あ、すいません、豚バラ青菜チャーハンとエビチリとこの担々黒ごまだれ餃子の6個のやつと、それから、あ、トマトジュースってあります？グランナイトビームブレード。いいよ、先食べちゃおう。じゃあ、いただきます。さすがに毒とか入ってたりしないよな。うん、響くんの考えてる通りだよ。ここの家の子、私の怪獣にお願いして消してもらったよ。なんで、あの人新庄さんに何かしたって。スペシャルドッグ、響くんにあげたパン、あの子たちさ、潰しちゃったじゃん。いや、ほんとないわって思って。え？え？覚えてない？じゃなくて、それだけ？そんなことで？うん。だって、人が死んじゃったら悲しむ人がいるでしょ。家族とか、友達とか。ああ、まあそうかもね。あ、もう作ってさ。どうもどうも、アレクシス・ケリブです。いや、遅れて申し訳ない。君が響雄太君だね。茜君から話は聞いているよ。宇宙人だ。この人は？さっき聞いてたじゃん、どうやって怪獣を作るのかって。彼がね、いつも頑張ってくれてるんだ。いやいや、茜君がデザインしているものをただ起こしているに過ぎないよ。タンタン黒ごまだれ餃子です。ほう、これは美味しそうだ。何が目的なんだ？どうしたんだい、響雄太君。遠慮することはないぞ。あ、はい。あ、すいません、おしぼりもう一つください。おお、ありがとう。てか遅くない？先頼んじゃったよ。すまないね、急な用事が入って出るのが遅れてしまってね。絶対嘘でしょ。怪獣は？今日はそういう日じゃないから。いや、でも私がそう言うんだからそうに決まってるでしょ。座んなよ。気になるなら見てくるといい。ごちそうさまでした。あ、なんだあれ。え、すげえ、何あれ。めっちゃ UFO なんですけど。ごめん、ちょっとトイレ。トトさんの。リュウタ、エイリアンクラフトだ。ついに宇宙人襲来だ。嘘。アレクシス、あれどういう。あ、来た。リュウタ、早く。ごめん、ちょっと人と会ってて。クリットマン、行くぞ、ユータ。うん、アクセスフラッシュ。なぜ攻撃してこない？ただ浮いてるだけ。あ、危ない。クリットビーム。茜君、何なの、あの UFO みたいなの。あれはアンチ君持ち込み企画の怪獣だ。アンチに怪獣を作らせたの？なんで？だって
アンチ君は君よりもグリッドマンを憎んでいるよ。え？憎しみが強いほど強い怪獣が生まれるからね。グリッドマン、ビーム！これじゃキリがない。なんか不利じゃない？おっしゃ、ここはボラさんの遠距離攻撃を。シリー！グリッドビームが効いてないんだから、俺が言っても結果は同じだろ。飛べるやつが言ってこいよ。そう、それが確実だ。いい考えだ。いや、おめえに言ってんだよ。俺か。はいはい。アクセスコードスカイビッター。悪い、遅くなったグリッドマン。おお、ビッド。大空合体超人スカイグリッドマン、ウソグリッドマン。おかしい、この UFO 自体に意志を感じない。どういうこと？それって何か仕掛けがあるんでしょ？ラッキースモークスクリーン！グリッド！メカ！やはりこっちが本体か。待っていたぞ、グリッドマン。あいつ飛んでる。またこっちをパクりやがってよ。食らえ、グリッドマン。あれはなんだ、これ。この町の外には何もないよ。町？空に町が。どういうこと？うん、ユータが少女から聞いたことは事実かもしれないということだ。じゃあ、やっぱり茜が。そんなことってあるのか。いや、本当に宇宙人がいたとしたら。どうかな？グリッドライトセイバースラッシュ！逃がすか！アップレーザーサーカス！
りアンチ君ではダメだったようだね。本当の怪獣を作ることができるのは本当の人間である君だけだ。うん、私にしかできない。あのどうしようもないアンチ君は私が処分しておくよ。お願い、もう誰もこの部屋には入れないで。宇宙人と会った？アカネも一緒に？うん、新城が宇宙人と。しかも空の上には天井みたいな街があった。どういうことなんだろう。神様とか宇宙人とか空の街とか、なんかこう要素が多すぎんだろう。この街に迫る危機の根源は新城アカネとそのアレクシス・ケリブと名乗るものか。新城さんの心が怪獣を生み出すなら、きっと戦うだけが使命じゃない。俺たちとグリットマンにはやらなければならないことがまだあるんだ。アンチ君、ちょっといいかい？よく頑張ったね。ご褒美をあげよう。景色、空の青さも全部。